レオ9世は、ローマ教皇。ヒルデブランドラの人材を得て、教会改革に尽力した教皇。性別されており、教会慣用名はレオ。アルザス地方のダグスブルクの出身。アルザス貴族のエギスハイム博家に生まれた。前名は、ブルーノである。神聖ローマ皇帝コンラート2世の演者であった。ことからコンラート2世に仕え、1026年に、 コンラート2世によって、トゥールの司教に任じられた。1049年、コンラート2世の息子の神聖ローマ皇帝、ハインリヒ3世の推挙を受け、トゥール司教在任中にて、ローマ教皇として即位した。当位は1049年2月12日であった。当とは、乱れた教会秩序の回復のため、皇帝との協調関係を保ちつつ、教会の改革に努めた。 レオ9世はローマ教皇として教会改革に初めて着手した人物であり、その改革はクルニー修道院の主張から多大な影響を受けていた。レオ9世はクルニー修道院出身者をはじめ数多くの有能な改革者たちを教皇庁に取り込んだ。その中には後に教皇グレゴリウス7世となるイルデブランドもいた。 教皇庁の組織は強化され、数多くの修道院がローマに結びつけつけられた。レオ九世の在位期間は5年に及んだが、そのうちローマで過ごしたのは半年に満たなかったと推定される。なぜなら、レオ九世は、ドイツやフランスの各地において改革的教会会議を開き、現地の司教や修道院長を集め、倫理的刷新を合言葉に、シモニアや、 ニコライスムの禁止の決議を行い、その徹底に努めたからであった。これは、後のグレゴリウス改革の先駆的な営みであり、初期教会改革を代表する重要な試みと表することができる。東西教会の分裂を解決するための努力も行ったと言われる。しかし、コンスタンティノープル総主教のケルラリウスを破門した。これにより、かねてから進行していた。 東西教会の分離が決定的となった。1053年には教皇庁を脅かすイタリア半島南部のノルマン人勢力と戦ってレオ旧世自身が捕虜となり、獄中でマラリアに罹患、翌年にそれが元で死去した。51歳没。彼の死によってキリスト教の東西教会は最終的に分離した。ありがとうございます。